宇都宮家綱は、室町時代の下屋国の武将、伊予上。出自は不明だが、第十三代宇都宮氏当主である、宇都宮持綱が、王永三十年に、足利持氏の暴略により、宇都宮氏族である、塩屋京綱に殺害された後、持氏の貢献を受けて、宇都宮の家督を継いだとされている。もし、これが事実であれば、 第14代宇都宮家当主となるが、裏付ける資料が少なく確証がないこともあって、現在は歴代の宇都宮当主には数えられていない。その後、持ち主が影響の乱で影響11年に自害すると、持ち綱の子である宇都宮東綱が宇都宮に復帰し、家綱は宇都宮城を追われた。宇都宮城を追われた後の家綱の動向は不明であり、 一説には、その後の有機合戦で討ち死にとも伝わるが定かでは、ない。一方で、きつれ川塩谷系府の塩谷朝秀の城には、塩谷法規志向家と、宇都宮十四にいけげ、のもりもち綱と不和の義勇手を呼び合戦、宇都宮終わりに、幸いが護に手自害す。この時、大江三十年八月九日なり、日の手、宇都宮城をつなかれ居住とあり、 持ち綱を殺害した、塩谷のり綱の名前が一貫して、降下となっており、その、京綱イコール綱家が、宇都宮城に居住したと記されている。また、その記述に続けて、影響11年に、益子では守る竹茂、竹重派が、大久保数年もと、潮屋商船、ついに、益子駅昭和にのギありて、宇都宮にと綱よりの居住すとあり、さらに、 マシコケイズのマシコ秀の城には、塩屋一族数年等、勇、サム、十年塩屋杯しかも東津那十九歳の事例、貴上非宇都宮と記されており、持ち綱の子である、東高を宇都宮城から追放したのも、東高が宇都宮城に復帰するために戦った相手も、塩屋一族となり、その塩屋一族の当主が、塩屋京綱であったことから、塩谷乗綱と、 宇都宮家綱を同一人物とする説もある。栃木県史資料編、中世4掲載塩谷や系図。栃木県史資料編、中世4掲載ましこ系図。ありがとうございます。